はいどうも、メガカスのヤーマンです。突然ですが皆さん、このテイストの過去動画の3本はもう見てくれましたか？とても好評で次回作を作ろうと思ったんですが、新潟県の時間気食堂は3店舗のみで半分諦めておりました。が、あったんです。たくさんのタレコミコメントをいただき、ついに見つけることができました。お隣の群馬県に何もない田んぼの真ん中に突如現れた謎の建物、その名もピットイン77。群馬県の気温は32度を超えてかなりホットな感じですが、このホットスポットにメガカスの気持ちの高まりはスーパーホット。さらに高評価チャンネル登録をしていただけるとウルトラホットになっちゃいそうです。早速入店していきたいと思います。店内に入るとまず怪しい UFO キャッチャーとそうじゃない UFO キャッチャーが混ざり合い、 YouTube 的に境界線が微妙でしたので、とりあえずオールモザイクにしておきました。雰囲気だけでも伝われば嬉しいです。そして今回のお目当て、自販機ゾーンに突入。綺麗に並べられた大量の自販機には、初めて見かけるどこかにタイムスリップできてしまいそうな近未来漂うチョコレート系の自販機。そしてやっと出会いました、群馬県版の天ぷらそばと天ぷらうどん330円。残念ながらそばは売り切れのようですが、隣の自販機にはなんと新潟県にはなかったラーメンときつねうどんの自販機がありました。週8でラーメンを食べている新潟県民メガカス、大興奮で手の震えが止まりません。さらに奥に進むとハンバーガー自販機やトーストサンドの自販機もありました。辛口ガーリックの手書き感がいい味出していますよね。ラーメンが気になりすぎて気持ちはすでに上の空ですが、一応紹介しておきます。パチンココーナーは撤去されたちょっと前の機種から、いつの時代も変わらない海物語で計6台。スロットコーナーはもう撤去された5号機、計4台とこじんまりとしたいい雰囲気。その中でも今回選んだのは、当時設定狙いからスルー狙いをやりすぎてもう見たくもないと思っていたバジリスク絆。今思うととてもいい機種で一周回って打ちたくなってしまいました。果たしてメガカスは大爆発させて群馬の謎の景品と美味しいラーメンを手に入れることができるのでしょうか。それでは実践スタートです。入金。
こんなに入ってるのチャーシュWhat?
してない。